みんな、アッカイは好きか。かわいいだけじゃないぞ。グラビア,アイドルみたいな折りはおしなさい。はい。そんなわけで今回は。今回はアッかイのデザインを見ていきましょう。アッかイは大好きだけど、昨今のアッかイブームはどうかと思う。メカブ部長の部長です。で、アッカイかわいいわよね。メカブ初期改定のメガネです。小さな防衛戦。 かつつきっかけだけどイライラ度合いが少ないのがよりメカ部顧問の顧問ですアッカイアッカイは「機動戦士ガンダム第30話小さな防衛戦」に登場するジオン広告の水陸両用 MS ねちなみに Google ググの AI にアッカイについて聞いた回答はこ「機動戦士ガンダム」のテレビ版ではアッカイは第27話で初めて登場しグラブロとともに水中を移動するシーンはファンの間で有名ですまた ダイゴは冒頭でも登場していますんなんかこうおかしな感じねファーストガンダム以外に08正体やサンボルと情報が混じってぐちゃぐちゃなのよ主戦は偉いよああそれはひどい実際ミカロボケ解説動画では AI が原稿を作ってるのではという疑わしいところがあるのでもう数年もすればネット上はウ情報まみれよ、はあ、そもそも赤回はテレビ放送当時はまともな設定全くなし コーダー社ポケット百科1981で、形式番号とか身長とか武装の記述がされるも、その内容もしょっちゅうぶれる。おかな時代。では人間の心元ない記憶と伝聞による、悪解話を始めるわ。お、うん。悪解の登場。ガンダムは最初的メカは雑だけで行くつもりが、ガングリアに不審により、毎回やられメカを出せとスポンサーからの指示があり、ちょうど悪いが出る頃は、毎回新型メカが出てるわ。 ここまでの水陸量用 MS だけを見ると「ゴック」「でかい」「パワー」「ジャバラアーム」「カギズメ」「散メガ粒子砲」「部長がこすってたフレキシブルベローズリム、ね」「ねズゴック」「高機動」「高出力」「ビーム」「ミサイル」「飛行能力」「アイアンネイル」「シャーズ語によるハラパン」「ズゴック」は実際強い印象があるわときて「アッカイ」は「丸っこい」「コクピットに二人入る」「手が伸びる」というのが特徴ね ちなみに手が伸びるのは攻撃じゃなくてターザンのように移動に使うわ強そうじゃない強くないのよ初登場時4機すべてが逃げていくところをガンダムに背後から狙撃されたり切られたりよ絶妙にかわいそうな感じねアッカイの活躍の全容はざっくりと見ていくとこうねジャブローに侵入見張りの統治下を破壊出たアッカイ初登場初活躍そこはかたなくかわいい大佐やったよアッイの可愛さ爆発 振り向きバックショットシャーズ号先頭に4機がみんなでワーイと飛び降りるなんだこれかわいすぎるじゃないあとはこんな感じで潜んでいるところをカズレツキッカに通り道にされるわあ本当だ体育座りしてない潜入工作アッカイは2人乗りできるスペースがあるのよねでも派手な格好で潜入工作に来た赤ゴキぶりのせいですぐ見つかる岩の吹き越えるかこちらは失敗したうわっ シャ偉そうに失敗してるこのカハナの表情がもうねアッカイを出して注意をそらしてくれこうやってシャが逃げるのにアッカイがおとりになるのだけど全滅のアッカイおかげでアッカイは4機出てきて全滅ねさっきからずっと設定画と劇中で結構形が違うわねそれどころか設定画だとウアンは爪だけど劇中は何か発射してるしおおらかな時代よおらか 当時100分の1グラムは、ようで詰めだしね。ほらか。んで、あとは一方的にダンダムに倒されるわ。背後から撃たれ。うわ、仲間がやられちゃったのかっと。また、微妙に可愛い感じで。そこを後ろからバッサリ本当に逃げるところ容赦なくやられているのね。ちなみに映画版では、戦車にやられたりしてるわ。弱い。悪っのかっこよさ。基本的に悪っの活躍って、これだけなのよ。 これじゃ本当に、可愛いだけのモビルスーツ。私、アッカイ好きなのだけど、可愛いから人気、みたいな使いは、なんかちょっとしっくりこなくて。まずアッカイは、めっちゃデザインかっこいいと思うのよ。かっこいいのかそれでもいちいち可愛いカットくるから、ほんとどうしたものかと思うのよ。ごほこじらせてる。今出ているキットは、どれも劇中イメージと違うし、劇中イメージは、設定画とも違うし、設定画とキットは似てないし、一体アッカイとは何なのか 何を表現すれば赤いになるのか、という疑問があるのよ。そしてそれは多分、人によって答えが違うわ。違うでしょうね。ので、私の思う赤いは、ここが重要という話をするわ。今回は否定が多いけど、別に悪いということじゃないのよ。は、好みの問題ということね。赤いのデザイン。赤い自体は、富のラフで直径に当たるものが見当たらないわ、あるのかもしれないけど、また、大河原デザイン画的なものも、 見つからないわ。これは違うのわからないわ。自信はないのだけど、例えばドムって、大河原デザインと、安彦クリーンナップあるでしょうドム会の時に話してた記憶があるわ。ゴックも、大河原デザインと、安彦クリーンナップあるでしょうゴック会の時に話してたような。線の引き方、さっと綺麗に長いストロークで、引いたような線と、柔らかめのエッジを、うねうねっと引いた線。安彦氏の MS クリーンナップの特徴じゃないかと。ははあ。 初期のザクグフは大河原氏そのままっぽいでも赤いはドムとか僕の最終クリーンアップの安彦義和風の線に近いということで勝手な推測からこの赤い側安彦クリーンアップだと思うわはっそこから考えて優先すべきはシルエットね天才アニメーターの安彦氏の絵だからこそ塊としてのかっこよさが重要と思うわシルエット丸っこいズングリムっくり、肩腰の球場ジョイント ms で一番大きい、レドームのような頭。足が下食い。このあたりが赤いの特徴だと思うわ。頭の大きさだとゾックはゾックは頭と体の境目がないので、ズゴックのようにド体埋没型立つねドロンパか、王次郎みたいな。なるほどかって区分ね。ムチムチしたウィンナーのような、洋腕、絶妙な首で。あえて、爪が収納式。ゴックやズゴックのような、攻撃的なイメージが抑えめ、ね。変えてみては勝ったけど、爪が短いと。 ものすごく角の楽よ。アッかイが可愛いイメージがあるのは多分この辺の総合特典ね。そしてさっきの安彦和の特徴例にも出した独特の柔らかいエッチのある足。全体的な丸っこさに対して足だけちょっと角張ってるのよ。この辺が絶妙。潜水艦のような丸っこいボディになぜか四角い足がついてシルエットが調整される。これぞアッかイ。これこそがアッかイ。08初体のアッかイもいいけど足が丸いからね。 プレーンな赤いはこれだと思うわ部長の理想の赤いじゃあちょっとえのきながら話しましょう私にとって重要な赤いは丸っこい足は四角い猫背この3つが外せないと思うのよね実際描いてみて思ったのだけど思ったのだけど線が少なくて全く間が持たない不安になってキューキットのパッケージっぽい色を背景に塗ってみて様子見したりしてるわ描くだけだと今までの MS の中で一番楽よ とにかく線が少なくて、手癖でささっと書けたわ。2時間かからず。え<っ>。でも、デザインの重量配分が、ものすごくセンスに依存していて、なかなか、うんこれだ、と決まりにくい。こんなものかと変えてみると、あれ、手足長すぎる、とか、バランスが取りにくいのよ。手落としところはこの辺になったわ。丸さ、潜水服的シルエット、猫背重視。ほとんど設定がママかしら。結構変えちゃったけど、モドデザインがすごく良いから、 赤いらしさは残るのよね。でも、丸っこさ、足の下こさ、猫背、この三つを大事にしてるのはわかるでしょう ?08 正体で足を丸っこくされたのがよっぽど気に食わないのね。むしろ、HGUC 赤いをもう一つ。ファースト版出してくれるなら、08パンも好きよ。あの爪の形状とかは、アイデアだと思うし、ぶっちゃけ、全然クリアランスの稼げない、肩や、股間の関節をいろいろ考えてあって、動く赤いとしてのデザインになってるわ。 でも、赤いは一種類しかないと言われたら、ファーストの赤いが思考だと思うわ。はいはい。では、赤いの何が重要か、個別に見ていきましょう。カラーリング。ダークブラウンと、ライトブラウン。差し色にミディアムブルー、モノアイピンク。地味に地味に抑えたカラーに、ちょっとした差し色。潜入工作に使われるモビルスーツとして、潜水艦的でとても良いでしょう。そう聞くと、地味さの中に、派手な差し色もあっていいカラーリングね。 これで潜入工作するって時に、ピンク色のカニに乗ってくる奴がいて、台無しなんだけど。じ頭部。マズレドームのように大きい頭部。頭頂部まで動くモノアイレール。これもとんでもないデザインよね。そうなの水中航行する姿勢で、前方に物アイが向けられる。ウォックやズウォックの時、これもノアイ役に立たないなと思った、メタファンみんなの外人4コマポーズよ。そんな奴があるのか。頭、この頭部の大きさ。 ワンブのウィンナーのような形状を合わせて潜水服できたと思うのよホラトニー立てた木のズゴックネタも良いところついてる気がするのよ最近だとガンダムシードでズゴック出てたけどあのズゴックトンボが張り出しててズゴックのアイデンティティの頭が平らっていうのをわざと殺してるじゃないあ中にガンダム入れるためにあの形状なのよね別に中にザクがいるわけではないけどニュータイプ用ヘルメットとかああいう感じのシルエットだと思うのよねはっで 口部分はザクの頭部バルカンが頭が大きいので4年この上下の距離が離れているのが異様に頭が悪そうでいいわここの距離をちょっと詰めるとやる気のある顔になるわよいやあんまり違いがわからない資料によるけど 105mm バルカン砲って書いてあるのが多いわとんでもなくでかいけど絵から類推すると小さいわバルカンバルカンってガトリング砲の一種で商品名だにゃ ちなみに M61 バルカンとかは20ミリニ意外と釣り目なのもポイントね08正体はあんまり釣り目じゃないのねリアリティを考えると表情をつけるとか敵への心理的国家以外に釣り目は意味がないというか飛行的には水平が良いそこをあえての釣り目だから自分の絵では釣り目を優先したわイヤーコなのその時の気分でしょう作画のブレというかあとトンチョープは実はモノアイレール付近は反り返してないのよあほんとだ サイド部分はこう変な髪型というかエマシーンの公然は挨拶カット的な形状なのだけど公然は挨拶カットいうなメガテンのそいつを出すな上の方ハマるとドームなのよねほんのにただ私は昔のこういう図面の印象が強くて少し反りを入れてるわ、はあ、初期印象で反りがあるものだと思ってたから私はこれがないと落ち着かないのだけどこれ嫌いな人は嫌いだと思うそこまで気にする人いる多分いるのがモビルスーツデザインの怖いところにゃ。 ドーブザ・塊・可動部分なし増やしたらアイデンティティを損なうここは08正体だっていじってない悪海の重要なアイデンティティね水圧に耐える水陸量用 MS らしさ半端ないわそういうことを言うと思ったわあとこのドーブのデザインってジオンのノーマルスーツ風だと思うのよあなるほどロシアのタイアップクが元デザインとも言われるジオンのパイロットスーツそれと似てるのでジオンのデザインだ という感じがするわそしてキャラクターデザインの安彦先生感もそれによって感じるし世界観の統一の役に立ってると思うわ言われてみればそこはなるほどねあと細かいけど線の少ない悪化へのデザインのポイントとして襟首のナドリティールねこれかっこいいわ08正体ではなぜか首から離れた位置にある彦的な継ぎ目かと思いきや何かのセンサーといった解釈かしらワンブインナーみたいなムチムチの円筒型 これをどう解釈するかが、まずあっかいの一つの難関よ。はい。設定画の肘、くびれているような、くびれてないような、絶妙のくびれ方。08正体はめっちゃくびれてる方向に、解釈を進めてある。肩部分はマッスルを思わせる、盛り上げ方がされてる。は ?MG も、HGUC も、ハイコンプロも、めっちゃくびってる。本当ね。個人的にはここ、絶妙にあんまりくびれない方が好きなのよ。だから最低限のくびれにしたわ。 メリハリ足りなくないアッカイはそういうイメージなのよね。多分144分の1キキットのイメージね。キキットは肘曲がらないからにゃ。あとはこっちがロケット砲。資料によっては光景が違う。劇中は何が飛んでるかわからない。こっちはアイアンネイル。フレキシブルベローズリムで伸びる。もっぱら、ターザン移ドにしか使ってないわ。弱い。こっちの穴はメガ粒子砲とかバルカン砲とか、資料ごとにまじまちね。でもそれ以前に。 爪の穴から何かをバリバリ飛ばしているわおおらかねこの右手と左手で機能が違うの好きよアシンメトリーデザインはそれだけでグッとくるわちなみに08正体の悪回はここの解釈を変えてくるわ良いデザインだと思うわ悪回バリエーションだと思えばほんといいデザインなので HGUC で半端なコンパチになってしまったのが本当にもよるわどうだ<部>ここもものすごく解釈が分かれる。 08小体コンパチの HGUC なんかはめっちゃ丸い。その他立体物もめっちゃくびれてる。1番、設定画に近いのはロボット魂版だと思うけど体育座りのために股間に無理がある。無茶よな。設定画を見ても手癖でささっと書いてあるので右足と左足で形が違う。あ、本当だ。パースのせいか、つま先の止まり方が違うし、膝の絞れ具合、断面のしそくさ、左右で違う。そこが解釈の幅なので。 丸くするも、四角くするも解釈次第なのよ。どのデザインもありなのよね。なるほど。さらに言うと、膝のくびれ方。右足の形状を優先するとあまりくびれてない。左足を優先すると、かなりくびれてる。これもどう解釈するか。ほとんどの立体物は、丸っこく、よくくびれてるわ。左足羽、ね。丸っこさは、08小体コンパチや、そのイメージに引っ張られている、レア海流用の壺などが考えられる。くびれは、可動優先ね。 体育座りの関節可動域を確保するためにくびられてたりする。実際の劇中では体育座りしていないのにそれに引っ張られてデザインがイメージから離れていくのは辛いわ。左足はでもそんな感じでしょう。でも私は右足派閥なのよ。大丈夫かこの話視聴者の人ついてきてる多分ベカ好きには余裕のギアだにゃ。全体的に丸っこいアッカイに対して四角い足ちょっとしたくびれていない膝それがアッカイのデザインの。 アクセントだと思っているのよね。だからなるべく四角い方向に寄せたわ。エッジは角張ってない。いや安彦エッジであるべきだけど、レースは四角いのが望ましいわ。多分誰も気にしていない領域よ。ハイブ。私が思う、アッカイの特徴が、結構詰まってるのよ。まず特筆事項はこのパーツの切り欠きね。潜水服的でかっこいい。クリモキットの稼働を考えてないタイトさ。ガンプラが出たのは放送終了後だからね。四角い膝粒も切り欠きなし。 これよ。これこそが深いよ。これを最も再現しているのは、キューキットよ。あ、キューキットは、そんなに動かないし、首は胴体に固定だから、設定語を再現しやすいのね。このあたり、ガンプラが、プレイバリューを追うために、可動域を拡大して、結果的にデザインを侵食する闇があるわ。闇言うほどのことか。ちっこいランドセルに、つるっとしたハイブシルエット。かわいい。しかし、潜水服的なライン。首も、肘も膝も、 くびれは最低限ここで左足派閥右足派閥で右足のデザインを信じるべきだとする私の意見の補足になるのよガンプラ人口の1%も気にしてないわよそこアッの立体物当時の144分の1キットまず当時キットね似てないわね似てないのよでも改造の芯にするならこれが一番なのよねさっきから繰り返してる話ね数年前に改造したの 地震で破損したから捨てちゃったのが悔やまれるわ。動画作ることが分かっていたら残しておいたのに。増しかたがない。よく言われるけどキューキットはパーツそれぞれはかなり設定画に似てるので関節位置変えるだけでかなりかっこいいわ。口を下向きに貼り付けて首と手足を切り飛ばして猫背になるように接着してあとはパテ成形でかなり切るわ。ムカド派ならではな思い切りにゃ。なのでイメージ的にはこれが一番私の思うわけいね。ははあ。 MG 悪介そして MG 悪介ね私小型きっと派閥なので MG は数えるほどしか買ってないのだけど部屋が狭いから置く場所がないのね MG 悪介は買ったのよねやはり悪介は好きだからそしたら劇中にも設定画にも似ておらず売りは体育座りができることなかなか微妙なところねだいたい体育座りって劇中してないのは繰り返してる通りはいはい映画のパンフの裏表紙に安彦先生が 可愛い感じで描いたのが書室らしいわ。そして特に欲しくない、エフェクトパーツがもっさりついてるわ。部長はエフェクトパーツ使わない人だから、いつもいらないって言ってるわね。キット自体は内部構造まで細かく作られているタイプで、強度も密度も十分なのだけど、こうなると私には改造が難しいのよね。外装だけ塗って終わりにしたわ。内装塗る根性はないのよね。部長の根性なしは知ってるわ。後から見えない内部パーツを作るの、面倒くさいわ。塗ることを考えるとなおさら。 基本モノカキットで十分派閥だからね合わせ目消しって費用対効果が高い作業だしめっちゃ多いパッツのパッティングラインやニッパーアートの処理する方がだるいわどうせ塗るならパッツ数多いより少ない方が楽だし商品サイクルの都合上商品単価が高くないとダメなのだと思うけど内部構造やエフェクトパッツを増やして高いのは戻るのよ内部パッツはヒューガンキャノンの足ぐらいで十分だと思うわそういう説明画像がないと困るトークは面倒なのでやめて 腕のビギミックのために肘がくびれちゃってるし、膝穴も蛇腹の中に可動分割があるのでちょっともよるわ。ちょっと文句が多いわよ。MG 厄介は珍しく勝った MG なので、ちょっと文句多くても良いでしょう。でも悪界が MG で出るというだけで神棚に置いておきたいありがたさよ。だから文句は言うけど、文句はないわ。悪界万歳。はいはい。あと、実はイラスト学校では MG 厄介の解釈はほぼ満点なのよ。あっ これ設定が即しなので 3D 化する時に当時技術の限界とかいろいろあったのだと思うわ3レンズ見るとずいぶん違う感じだしこれは人によって捉え方がいろいろある設定画から残したからねこれ本当に見てる人ついてこれる話題かな HGUC 厄介次に HGUC 厄介これ08招体版コンパチなのよねでもどっちにも振り切れてないのよ今回はこの HGUC ディスりすぎだと思うのよ こういう別生産ラインの悪海があったというのはあっていいけど、私が求める悪いじゃないわ。これでは赤花が乗るイメージがないわ。08正体では乗らないものね。キットをシリーズで並べたいにとしては、ファーストガンダムで並べようと思ってたら、違うデザインの目とくるのは困るのよね。そういうもんなの ?HGUC グフがグフカスタム大ヒットゆえに、グフカスタム風になっちゃって、なんでそういう真似をといきった人は多いと思うのよ。そんなにいないのでは。 クフカス大人気だったしぐぬぬぬぬ後ろから見ると稼働のためにいろいろ犠牲になってるしそもそも肩アーマーとか解釈じゃなくてデザインが違っているのよねはいはいどうぞちなみに08小隊版にも見せきってないのでものすごく半端なのよキット自体は組みやすいよいキットなのにいろいろな思惑の中で半端な悪界になってしまっていてもったいないわはいはいどうぞ次いくわよ PG 悪界そして TG だけど出出てないわね出るかよ初代ガンプラブームの時でも60分の1では水中用は出てないにゃその他アッその他ビルダーズのデ介ッカとかいろいろ出たのだけどアッではないから割愛ねまあそうでしょうね各種アッの立体物 HGUC に文句を言うとシリーズ商品でデフォルメの仕方を変えるのは個人的には結構困るのよねその話 まだ文句があるのか個人的 HGUC の名作は「タク」「ジム」「ズゴック」「あたりなのであのラインで統一してほしかったのだけど合わせ目はあるけど自力で隠せる範囲シンプル構造単価が1000円しないラインや今の円安原油高では無理な価格設定ねさらに言えば最近の HGUC 見てるとその辺とは全然違う歩行アレンジなので今の HGUC 的なのが人気あって今後もそっちに寄ってくんでしょうね ここでくリバイブや,イブやアーリバイブやリバイブや,イブや意味リバイブはリバイブであることよのおよしなさい今ある立体で一番設定が素直に立体に起こしているのはロボット魂版だと思うわマイクて首で過ぎないワング細くない首絶妙にかくばった足押しむらくは稼働のために股間周りがハイレング解釈になってることだけどというかこれが正解なら部長へいらなかったんじゃないゲン まとめそんなわけで赤いはかわいいだけでなくかっこいい地味カラーでミリタリーの香り右手と左手でデザインが違うアシンメトリーのかっこよさ解釈の余地がある設定がっぽい絵がほとんどないのよねこの有名な3枚とコクピットが1枚あと何があったっけその上右足左足で想起する面が違うのでここだけでも解釈の余地がこの自由に受け取っていいデザインの魅力さらにさらに 劇中はこんな感じで可愛い。そりゃ可愛がられるわ。しかし潜水艦的なかっこよさ、潜水服的なかっこよさがある。ジオンのノーマルスーツともデザイン的な類似性がある。富野ラフ、大河原設定画が見当たらないので、安彦義和デザイン的な部分もちょっとありそうよね。その独特のタチッチ、独特のデザイン。結論、あっかいは超かっこいい。私あっかいは猫背のイメージあるんだけど、劇中も猫背のシーンと、 背筋伸ばしてるシるン因半々なのよね。そりゃ人によってイメージがブレるわ。メカブチャンネル。い<や>そんなわけでメカブではアッカイを超応援しています。リバイブカモン。リバイブのアレンジに文句言い出すと止まらないくせに。そろそろ締めるのにゃ。せーの、アッカイといえども、一瞬のうちにオーも仕留めたのか。アッカイやガンダムの性能の前に、自身の派手な MS と軍衆。メカブでは部員募集中、チャンネル登録。 たくさんありがとうございますコメント・高評価励みになりますチャンネル登録すると予約成功率が3%アップ嘘。ソ気が向いたら古い動画も見てってねでは次のメカ部の時間メカ部チャンネルでメカ部チャンネルで